にちは、クイズキュンです。今回は IQ トレーニングの問題を出題します。4つの図形が表示されますので、法則性を見抜き1つだけ違う図形を当ててみてください。それでは早速やってみましょう。1問目です。1つだけ違う図形はどれでしょう。終了です。正解は B でした。それぞれ回転させてみると B だけ重なりの順番が違うことがわかりますね。最初の問題でしたが、ウォーミングアップができましたか？それでは次の問題に行きましょう。2問目です。1つだけ違う図形はどれでしょう。終了です。正解は C でした。それぞれ回転させてみると C だけ四角形の位置が違うことがわかりますね。気づきましたか？3問目です。1つだけ違う図形はどれでしょう。終了です。正解は A でした。それぞれ回転させてみると重なりの順番が違うことがわかりますね。無事に正解できましたか？いかがでしたか？あなたのそのひらめきこそが脳の老化を防ぐ第一歩なのです。日頃から脳トレクイズに挑戦し、思考力をアップさせましょう。最後までご視聴ありがとうございます。ズッキュンできましたか？よかったらコメントと高評価、チャンネル登録で応援をよろしくお願いします。それでは次回の挑戦もお待ちしていますね。